どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ケリーです。ビジルの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、こう探索を進めてきて、このブフォニット湖という場所に到着したところですね。で、途中でなかなかいい装備ですね、が手に入ったんですけども、このレイヴンのブーツ、アイテムドロップはなくなっちゃうんですけどね、防御力も高いし、各耐性も高いし、なのでまずこれを強化しに、ちょっと戻ろうかなと思います。火事場、これはプラス6までしちゃってもいいような感じがするんですけどね。よし。で、さらに魔法、デバフ時間短縮プラス 10%、強靭度プラス 7.5、これは持ってない。呪われた石、スタミナが 1% 減少するたびに、攻撃力が 0.25% 増加、その代わり初期攻撃がマイナス 10%。 輝く残り火、物理ダメージ 37.5%、 反射、HP プラス 5%。 あー、どれにしよう。無難に HP かデバフ時間、デバフ時間かな。デバフ時間短縮プラス 10%。 3000ちょっと痛いけど、よし、これで、また戻って探索ですね。この辺から下にも行けるし、上にも、まず上かな。あの人がいる。また毒になってるな。オーガストさん、先祖の文書によると1年で月が最も美しく輝く日があるらしい。僕のことは見えますか？はっきり見えるわ。毒に当たったんじゃ。ビネガーの瓶、これで？あ、まだチェックマークがつかない。ってことはまたどこかで、あ、会うのかな？届きそうで。届かない。いやー、無理だな。
こいつ強い。これでぐるっと回ってきた感じかな。どうやってあの上に行くのか。いや、届かないな。いなくなってる。こいつら乗れるかなと思ったけど乗れないのかな。カマキリ、あ、乗れる。これを使って、いや、一回だけか。一回だけは乗れるんだ。待てよ。となるとカマキリ左に、なんこのカマキリに乗って、左のカマキリに乗っていくとなんかありそうだけど、あ、これなんか上行けそうだな。なんかいっぱい降ってくる。あ、いけないのかな。ただ降ってきただけか。お、これは時空移動。
チャールズ、オーマントから独立した人ですよね。うん。チャールズがお気に入りの実験で、最も大きな成功を収めたのが時間を操るに等しい力の創出だった、現在地に幻影を作り出し、再び使うと幻影のいる場所に5秒で戻ることができる。わあ。待てよ、使ってみよう。例えばここに作り出して、あ、ここあれだ、スタート地点なんで、再び使うと幻影のいる場所に、ああ、この時間内か。戦闘中に使う感じだ、だから。なるほど。あ、じゃあ戻るんだったな。ああ、うまく使えば、なんかかっこよく戦えそうですよね。幻影作って、攻撃して、フェッとかわすみたいな。もうそれできないな、多分。いや、強いな。じゃあもう一回あれだ、あ、レベルアップ。一回リセットして、で、レイブンのブーツでアイテムドロップ率が減ったんで、これですね、アイテムドロップ率を高める。ちょっと一回リセットして、いた、ちょっと待って、このカマキリに乗ってこっち、またハンターの家だ。淡水魚人の標本。
と、モナザイト。これで3個目ですかね。よし、じゃあ今度は下に行ってみましょう。倒しきれない。光か。え、前回ここは入ったんですよね。で、取っちゃったんですよね。いけるんだけど、マップ的にはいけるんですけどね。うん、ん、ちょっと待って、なんかボスっぽいな。まずじゃあ栄光の手で、時空移動は多分使いこなせないから。ああ、でっかい。あ？こっちか。まずは、うわ、毒。ちょっと回復。栄光の手を当てたい。800円。どれいいんだろうな。あ、なんだなんだなんだ。おー
またクリスタルかな。あ、これだ。じゃあ残り1個。あんまり強くなかったですね。あ、謎の液をブフォニット湖の調査。ドーンさんですね。あの高飛車な。と、イニシエの封印、立体結晶。キュービッククリスタルを手に入れた。ドクターが怪しいんだとしたら、ドンさんに、ドンさんは大丈夫っていうことなのかな。フィッシュマンボウ。レイジショット。二人組からもらった弓より強いんじゃないかな。この弓に触れると、全てを燃やし尽くす怒りが放たれ、一夜前に射手の力を最大限発揮することができる。下前重攻撃ボタン、下前重攻撃ボタン。お、接近的な感じ。弓矢なのに。弓矢全然使ってないな。え？あ、ここ取るようになってる。山の洞窟。その一回じゃあドンさんの方に行ってみますか。ドンさんは工場かな。俺はいつも妙な夢を見る。夢で綺麗な女が飛びかかってきたこともある。もちろん続きがある。その女は俺に近づいてきた。すると彼女の肌が剥がれ落ちたんだ。そして最後にはのたうち回る触手になってしまった。
まあ、いかにも悪そうな人っていうのはそんなに悪いことはあまりないと思うんだけど、現在の情報を見る限り疫病の原因は汚染水としか考えられない、でももっと有力な仮説を立てられるかもしれない。疫病なんてそもそも存在していないんじゃないかしら。うん。病気じゃなくて実験。あ、何？これで終わり？ドクターからもらった薬が切れた。ヴィンセント。とりあえず帰って戻って。山の洞窟。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。